ところへ来た。これでガイバーが揃ったな。気をつけろガイバーワン。奴ら今までの敵とはまるで。マキシマさん。マキシマさん、よそ見をしている場合か。思ったより素早いな。だが俺のブレードは高周波で振動している。触れたが最後、たとえ強色装甲でも寸断する。本当にショーなのか。あんなまずい。今はこれ以上戦っても勝ち目は。死ぬ。何？そうか、貴様のソードも高周波。俺に任せろ。奴には接近戦よりこっちの方が。カマチ、急げ。どうぞ。させるか。くそ、今のコンディションでは致命傷を与えるチューニングができん。父さん、しっかり捕まって。ああ待て。脱出したらしいな。よかった、こんなに早く父さんを奪い返せるなんて。けどびっくりしてるよな父さん、俺のこんな姿。あいつを信じようと思う。いつか心を開き話してくれると。待っててくれたのに、俺ずっと隠して心配だけさせて。ショー、何？そのなんだ、そんな格好だと学校大変だな。いや普段は戻れるから。ああそうか、そりゃそうだな。風呂とか大変だもんな。うん。何を言ってるんだ私は。もっと気の利いた言葉をかけてやれんのか。あんな戦いを続けていた息子に、なんて言えばいいんだ。何か言いたいけど、今さら何を。ショウ、おじさん。鉄郎さんたちだ。おお、二人とも怪我はないか。おじさんこそ。父さんとはもっと落ち着いてから話そう。今はまだ。コーチ、危ない。ショウ、そう簡単には逃がさんぞガイバー。父さん、早く逃げて。君たち、こっちだ。え、鉄郎さん、その人は信用できます。早く。タグ、手間をかけさせる。父さん。ショー、父さん、おじさん。くそ、
もらった！油断したな。まだ動けたのか。ガイバーの回復力を甘く見てもらっては困る。その傷で仲間もいないとあってはお前に勝ち目はない。さすがだな、ハッタリで敵を退けるとは。取り逃がしたか。それにご自慢のハイパーゾアノイドも傷を負ったようですな。連中にとってあの程度の傷は何でもない。半日も調整層に使われば元通りよ。なるほど。まあどの道奴らがこの町から出ることは不可能ですがね。信じられない、あんなにひどい傷だったのに。あそこでメガスマッシャーを撃ってなきゃもっと早く回復してたさ。牧島さん、ショーを助けるために。あ、大丈夫ですか？それより深町の意識が戻らないのが気になるな。大丈夫だよね、牧島さんみたいにすぐ元通りになるでしょ。うん。瀬川、あの村上って男のことだが。ああ。随分こっちの事情に詳しいようだったが。いや、実は俺も詳しいことは知らないんだ。あんな銃まで持ってるなんて。不審に思うのはもっともだが、うん、今は信用してもらうしかないな。ああ、いや、すいません、助けてもらったのに。いや、当然だよ。それより、町はすでに非常線が張られている。この辺りの警察も奴らの手の内らしい。じゃあ、市外へ出るのは。翔くんがこんな状態だし、無理だな。ひとまず身を隠す場所が欲しいところだが。瀬川たちは深町を戦力にするためにも必要だが、問題はこの男だ。しかし、村上さん。どうかしたか？俺の言う通りに車を走らせてくれ。うん。当てがある。この男に何か裏があったとして、それも利用すればいいまでのこと。これは日本支部で作られたゾアノイドの。なかなかに面白い。日本支部はゾアノイド開発の業績はトップでしたからな。ガイバーたちはまだ発見できんそうだな。いずれは見にかかるでしょう。それに我々には人質がある。深町翔の父親という強力な人質がね。うん、その人質の使い道じゃがな、うん、面白い思考を思いついたぞ。父さん、父さん、ここだ。翔、助けてくれ。ここは？お目覚めですか？君は？シズと申します。お加減はいかがですか？ああ。おお、気づかれましたか。皆さんをお呼びしなさい。はい、おじい様。あの、ここは？ご安心くだされ。ここはアギト様がいざという時のためにご用意された別荘というよりは隠れ家ですな。隠れ家？私はアギト様が幼少の頃よりお仕えしている小沼与平と申します。今は孫娘シズと別荘番をさせていただいております。翔！鉄郎さん、瑞希！ずっと目が覚めないから心配したんだよ。ごめん、もう大丈夫。よかった、元気になられて。お前が看護師の資格を取っていたとは知らなかった。
いつかお役に立つこともあろうかと思いまして。あ、立った。ダメだ。親父さんを心配する気持ちはわかるが、もう少しここで休むんだ。与平さんたちのおかげで俺たちも久しぶりに一心地ついたっていうかな。戦う気力が湧いてきたよ。やっぱり力をつけないと。でももし父さんに何か。この状態で行って助けられると思うか。そうだよ、無茶はしないでね。こんな隠れ家まで用意しているとはな。何が彼をここまで。牧島さんは。アギト様は夜はあまり召し上がらないんです。考え事があるときは特に。そんなの体に良くないのに。私呼んでくる。どうかそのまま、後で私がスープを持ってまいりますので。それで翔くんはしばらく待機することに納得した？いや、あいつはあんまり考えてることを言わないから。今は睡眠薬をもらって寝てます。目は離さないようにしますけど。瑞希、お前も気をつけてくれよ。おい瑞希。え、あ、うん。スープだけじゃダメだよ。いつ戦いになるか分かんないんだから、体力つけなきゃ。シズさん知らないんじゃないかな、そういう状況だって。もうあざもほとんど消えておりますけど、もう一度だけ湿布を。別に逃げることないじゃない。でも何か、まるですごい銃ですね。ん？ああ、持ってみるかい？いいんですか？うわっ！そいつは44マグナムの7倍の火薬を充填した12番ゲージのダムダム弾を打ち出すからね。ちょっと特殊なんだ。そんなとんでもないもの、この人は。ん？あ、いや、じゃあ俺そろそろ寝ます。おやすみなさい。あ、おやすみ。こんなんで寝られる？ああ、ショウが一人で飛び出さないとも限らないからな。見張ってないと。うん、でもおじさん大丈夫かな。そりゃ俺だって。でも今は考えたって何にもならない。お前もだぞ。分かってる。牧島のことだ。え？あいつとしずさんのこと考えたって。何よ、私がいつそんなこと考えてなんかいないわよ。し、兄貴も変なこと考えないでよね。どこ行くんだ？お風呂。はあ、私だって今がどういう時か分かってる。気にしてない。気にしてないよ、全然。坊ちゃま、残っていた株の一部を現金に変えておきました。当座の生活にはご不自由ないかと。世話をかけたな、与平。いいえ、お前とシズには感謝している、いつも。そのような。私は坊ちゃまのご両親に返しきれないご恩を受けました。生涯坊ちゃまにお仕えするつもりでおります。シズにもそう言い聞かせて育てました。シズが牧島家に来たのはまだ6歳の頃だったか。はい、両親を亡くしましたの旦那様のご恩情で牧島家に置いていただきまして、二人でよくいたずらを。お前はシズばかり怒っていたな。それは当然でございます。坊ちゃま、その与平とシズに免じて聞いていただきたいことが。なんだ、珍しいな。復讐をおやめください。
子供の頃のアギト様です。ごめんなさい、勝手に。構いません。牧島さんとそんな小さい時から一緒だったんですね。ええ、楽しい毎日でした、あの日までは。そんな、坊ちゃまをあんな男の養子になぞ、この家を乗っ取らせるおつもりですか、旦那様、奥様。坊ちゃまがお気の毒すぎます。あの牧島玄三が全てを奪いました。旦那様を陥れ、坊ちゃまともども牧島家を乗っ取ったばかりか。旦那様と奥様を死に追いやり、この私ですら殺したいほど憎んだのです。アギト様のお気持ちはもう痛いほどに。ですがあの男はもう死んだのです。どうかこれ以上危険なことは。無理を言うな。こっちがその気でもクロノスが放っておいてはくれん。ではお逃げください。無駄なことだ。クロノスは世界的な規模を持つ組織だ。逃げ切れるものではない。坊ちゃま、シズに免じてとも言ったな。シズがそう言ったのか。シズは。じゃあシズさんは牧島さんがクロノスを倒そうとしてることも知ってるんですね。はい、戦っていることも。心配じゃないんですか。アギト様は大丈夫です。あの、シズさんは牧島さんのこと、その…坊ちゃま、見てはいけません。坊ちゃま、こちらへ。坊ちゃま、アギト様。私はアギト様をお守りしたいと、ただそう思っているだけです。守る？守ります。私無理だ。俺はな、与兵、もう復讐などという小さな目的など持ってはいない。では現像も所詮は組織に踊らされた小物に過ぎん。奴を動かしていたのはクロノスという組織の力だ。両親を死に追いやったのも。この星では力こそが全て。だから俺は力が欲しい。二度と権力や他者の野望のためにこの身が翻弄されることがないように、俺は力を手に入れる。そのためには手段は選ばん。クロノスだろうとガイバーだろうと、利用できるものは全て利用する。坊ちゃま。俺はゼウス、この星の王座につく男だ。アギト様、あの夜あなたが流したのは悲しみの涙ではなく悔しさゆえと分かっていました。そしてあなたが選ぶであろう道も、だから決めたのです。ご安心ください、アギト様。最後までシズがお守りします。奴らの潜伏先が分かりました。ほう、そろそろ乗り込んでくるかと。進行状況は？クブ通り進んでおる。何分エンザイムに関してはデータが不足しておっての、ほとんどわしのオリジナルになってしまうたわ。なるほど、それは楽しみだ。ほら、ショウ、カミソリいたずらしたろ。そんなところに隠れてないで出てきなさい。怒られると思って黙ってたのか。でもどうだ、本当は見つけてもらって安心したろう。ごめんなさい。バカ、何でもすぐ父さんに言え。そうなんだ、あの時と同じ。本当は父さんに知ってもらってほっとした。なんですぐに言わなかったんだ。哲郎さん、ごめん。
ぱり父さんを助けに行きたい。ガイバーつけてる奴がいる。ゾアノイド。違う、これは牧島さん。俺も協力する。クロノスを倒すにはどうしても君の力が必要だ。ここでムザムザ死なせるわけにはいかん。一緒に行こう。水上山へ。